はい、8月10日今日の相場解説ですけども、今日は土曜日なんでチャートは動いてません。まあですんでもね、振り返って来週のために検討していきましょう。今度相場が開くのはまたね、お盆の時期みたいになっちゃいますよね。お盆の時期でも相場は動いておりますんで、今のうちに見ておきましょう。このね、日足を見ていくとこういうふうに下がってきて、まあここでねレンジに入るかなと思ったんですけど、入らずにここでヒゲを出して大きくストーンと下がったと。でここで横ばいになるかと思ったんですけども、まあ若干下がり気味で、全体的にはこういうふうにね右肩下がりになっているところが見れると思います。これはもう大丈夫ですよね。はい、次なんですけども、これ4時間足になりますよね。4時間足なんですけども、ここが振り返ってみるとですね、ちょっと気がつかなかったんですけど、こういう風なフラッグになっていって、そこからブレイクして大きく下に下がるって流れがありました。で同じようにフラッグで見るとこういう風に来てるのかなと。とすると今度はこういう風なブレイクとかもね考えられたり、いやいや待てよと、こういう風にフラッグが作ったんだけども、やっぱさらにこっちの方に向かったりっていうことも当然考えられますよね。でフラッグじゃなくてもいいんですよ。フラッグじゃなくても他の見方もできますよね。こういう風にね、これ1時間で顕著に現れてますけども、こういった形が見て取れます。ちょっと1時間の方を見てみましょうか。1時間、で1時間を見てみると、前回こういう風な線を引いたかなと思うんですよ。こういう風な線を引いて、こことここをこういう風につなげたと。そうするとまあここドカンと下がってまた戻ってきたって感じですよね。まあこの補助線がね、正解がどうかってことは分からないんですよ。いろいろとどういう風に考えればいいのかってことを、いろんな角度から探していくってことなんですよね。まあですんでこれ以外にも見方は見つかってくるんですよね。他にはどんなもんがあるかな。ちょっとあとは見つからないですね。なんか見つかるとそこを当てにしてね、次の予測も立てていけばいいんですけども、まあこれだと大したものが見つからないかなっていう感じですね。はい、ということなんで、これはね来週の方策が立たないということですよね。分からないんだったら分からないっていう結論がいいんですよ。その分だけちょっと力をつけていくっていう考え方でいいと思いますからね。ここに無理やりこうだろうああだろう上がるだろう下がるだろうっていう結論を押し込むから間違ったエントリーになりますんでね。こうやって毎日解説してるとそれはね何とも言えないことばかりですよ。だからエントリーの回数ってのはそんなにないんですよね。ここで大きくエントリーできるかもしれないと思ったらそうならなかったりして、ならなければエントリーしなくて済むんで損害を抑えられますよね。だから悪いのはね、間違った覚え方をして間違ったエントリーにそれが結びついていくってことですよ。わからないということで結論付けたらエントリーせずに済むと。しばらく時間を置いてもうちょっと自分のわかりやすいチャートの形になるまで待とうかなっていうふうに考えますよね。今回はそんなところでございます。これね別にかっこ悪いことでも何でもないと思います。自分の実力が、あ、なるほど、わかんないんだなと。自分の実力は今日はちょっと発揮できないな、でいいと思います。はい、じゃあまた来週お会いしましょう。